20年前の4月3日のジャイアンツのスタメン。1番セカンド西俊久、2番レフト清水隆之、3番サード小久保博樹、4番ライト高橋由伸、5番ファーストロベルト・ペタジーニ、6番センタータフィー・ローズ、7番ショート川中元次、8番キャッチャー阿部慎之助、9番ピッチャー高橋久典。この日の試合は1対5でジャイアンツは敗れました。